回はこちらのレザックのエレファントレザーの新作の長財布を紹介したいと思います。こちらですね、2017年のエレファントレザーの新作ですね。色がブラックとなります。でラウンドジップ型のですね長財布になっていまして、内側もですね同じブラックカラーで全部統一して作られています。でお札がですねこちらとこちらですね2箇所入るようになっていて、真ん中の部分もですね、一応ポケットあるんですけれども、まあ、カードだとかそういったものも入るようになっています。でこちらのファスナーがですね小銭が入るようになっています。結構しっかり入るようになってますので使い勝手はいいかなと思います。あとですねカードがこちらに、12枚、反対側ですね、でこちらが6枚とこちらも6枚で、かなりカードが入るようになっていますし、まあ、大きさもですね結構長財布にしては一回り大きいので、ちょっとしたクラッチバッグのような感覚で持つことができます。で表面がですねエレファントレザー特有のちょっとゴツゴツとした、脂肪感のある、表面なんですけれども、こちらはですねベルベットタッチのような仕上げで、作られてますので、まあ、見た目以上にですね、柔らかくてしっとりとしているのが特徴となっています。で先ほども言ったんですけれども、新作の、ブラックカラーです。もともとですねエレファントレザーは、輸入自体がですね少ないので数も結構限りがある中で作られていますので、ぜひ在庫のあるうちに、お試しください。